教皇とカロリング朝の関係は次第に密接となり、800年同朝のカールに西ローマの定冠を授けたほどになりました。この伝統は継承され、962年定冠を受けたザクセン朝のオットー1世は神聖ローマ皇帝と称し、以後ヨーロッパの皇帝国王は教会の保護をその責務の第一としました。カール大帝はヨーロッパをほぼ政治的に統合し、またオットー1世はマジャール人の侵入を撃退して平和をもたらしました。この間にキリスト教信仰は大いに普及し、ヨーロッパだけではなくスカンジナビア諸国、ポーランド、チェコなどの東欧諸国もローマ教会に帰依するに至ります。このような情勢の中で教皇もようやく実力を蓄え、皇帝依存の状態を脱し、それに代わって全ヨーロッパに君臨しようという動きが現れます。この動きが顕在化したのが11世紀後半、教皇グレゴリウス7世とドイツ皇帝の間で起こった聖職女人権闘争であり、これに勝利してローマ教会の全盛時代が訪れました。